二次電池式電気自動車のレーニスさん、リーフルノーゾエ BMW i3 テスラモデルさん、ジャガーアイペース電気自動車とは、電気をエネルギー源とし、電動機で走行する自動車である。略称は、一般的に e v が用いられる。内燃機関を持たないことから、走行時に二酸化炭素や窒素酸化物が出ない、ゼロエミッション車である。電気モーターを動力源とする。 電気自動車は、車載電池から電力を得る、電池式電気自動車と、走行中に電力を外部から供給する、河川式電気自動車とに大きく分けられる。軽自動車や普通乗用車としては、電池式電気自動車が注目されたが、大型車を電気自動車にするには大量のバッテリーを搭載しなくてはならず重量が課題となる。そのため、大型車では、 ハイブリッドカーや河川式電気自動車が注目された。電池式電気自動車は外部からの電力供給によって二次電池に充電し、電池から電動機に供給する二次電池車が一般的である。二次電池式電気自動車なお、かつての二次電池では出力やエネルギーあたりの体積と質量が大きく、コストも高く、寿命も不十分であった。また、 電池の寿命を低下させる急速な充電を避ける必要もあり、稼働時間に対し長い充電時間も短所であった。そのため、交通機関の主流たりえなかった。しかし、出力、エネルギー密度が高く、繰り返しの充放電でも、劣化の少ないリチウムイオン二次電池の発展により、電気自動車が注目されるようになった。また、近年は、電気自動車の普及とともに、 各国で全固体電池の開発が活発化しており、実用化のため自動車メーカーや電気メーカーが研究に投資している。車両自体に発電装置を搭載する例としては、太陽電池を備えたソーラーカー、燃料電池を搭載する燃料電池自動車がある。発電専用エンジンを搭載するものについては、内燃機関と二次電池を併用することから、プラグインハイブリッドカーに分類される。 河川式電気自動車としては、河川に接触させて電源を得る方式はトロリーバスとして古くから用いられているほか、河川を地下に埋設して誘導電流によって走行中に充電できるオンライン電気自動車などがある。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどの内燃機関による動力源と比較すると、適切に選ばれた電動モーターの起動トルクは大きく、 高速回転領域まで電力の変換効率がそれほど変化しないので電気自動車はほとんど変速機を必要としない。また自身で指導できるため指導用の補助動力装置も不要である。電動モーターは来年期間に比べると静かであり騒音が少ない。地球温暖化が20世後半から加速がつき2000年代に入って問題視されるようになった。 その結果、脱ガソリンエンジンと電気自動車の利用推進は強力に推進されるようになり、一方でそれ以前から技術者たちによって継続的に行われてきた電池技術の改良や発展があったおかげで、技術的な障壁は下がり続ける。それらの相乗効果により、各国政府は電気自動車の購入を推進するための法制度が整備され、最近では電気自動車は 行動で日常的に走るための現実的で日常的な乗り物として存在感を増してきている。電気自動車は特に地球温暖化問題に関する京都議定書の CO2 排出削減目標を達成する手段の一つとして、あるいは産出国が極在する化石燃料に対する依存を減らす手段の一つとして国家レベルで実用化に力を入れられるようになった。 2010年時点ですでに電気自動車は自動車産業に大きなインパクトをもたらすと予期されると指摘された。世界の多くの政府が自国の自動車産業がこれから迎える電気自動車が主流の時代を生き残っていくためにと電気自動車とその構成部品の開発のために莫大な資金を出すことを決断するようになった。例えばアメリカ合衆国では バラク・オバマ政権が電気自動車とバッテリー向けに24億ドルの連邦補助金を出すと約束した。中華人民共和国は電気自動車産業の立ち上げに50億米ドル相当のお金を供給すると公表した。2010年代の後半から世界各国で特にヨーロッパ諸国などを中心として持続可能性の必要性の認識が高まった。 ガソリン車の販売を規制、禁止したり、電気自動車の販売を促進するための法律が導入されたりした。2030年代半ばなどにそうした期限を設定する形での法律が多数可決されており、それをきっかけにして、人々の意識や自動車メーカー側の意識がさらに高まるという現象も相まって、そうした法制度上の変化や整備にもさらに加速がついてきている。 2000年代に急速な経済成長を溶げ自動車の巨大な販売市場となった中国では2019年時点で中国の新車販売に占める電気自動車の割合は5%で残り95%はガソリン車という状況であったその中国政府もついに2020年10月に2035年には新車販売の50%を EV とし 残り50%を HV とするという方針を打ち出した。2020年代に入り、ヨーロッパや中国などの主要な販売市場において、ガソリン車の販売禁止までわずか十数年後となり、重大な期限が目前に迫る中、世界各国の自動車メーカーは、自社の生き残りをかけて、電気自動車の改良を加速させることや、すでに急成長してきている。 販売市場でシェアを確保することにしのぎを削っている。2020年8月、ドイツに本拠を持つ BMW 社は、電動加工性をさらに加速させ、2030年までに、電動モデルの比率を全販売の50%にすると発表した。2021年2月15日、イギリスに本拠を持つジャガーランドローバー社は、4年後の2025年から、 高級車ブランドのジャガーのすべての車種を電気自動車にする計画を発表した。ローナーポルシェージソンとデトロイトエレクトリックモデル47玉全子人間は乗用しなかったものの電気自動車の元祖はハンガリーのイエドリクアーヨシュの発明に遡ることができる。彼は1827年に電動機を開発し、翌1828年には 模型車両にに乗せて動かすことに成功した1835年、トーマス・ダヴンポートが鉄道線路の上を走る電気機関車を製作した。1838年、スコットランドのロバート・デイビッドソンは時速約6キロメートルの速度で走行する電気機関車を作った。1840年、イングランドで鉄道線路を電気の供給に使う方式の特許が取得されており、 1847年にはアメリカ合衆国でも同様の特許が取得された。電気自動車の歴史の始まり1830年代、スコットランドの発明家、ロバート・アンダーソンが充電不可能な一次電池を搭載した世界初の電気自動車を発明した。販売された初の電気自動車は、最初のガソリンエンジン車の5年前に英国で登場した。 1899年にガソリン車よりも早く初めて時速 100km を突破するなど当初は有望視され自動車の黎明期には蒸気機関、内燃機関と動力源の派遣を争っていた。ハブにモーターを搭載したインホイールモーターの原型とも言える四輪駆動車を当時ローナー車在籍のフェルディナント・ポルシェが1900年のパリ万博に出展した。アメリカでも 発明王、トーマス・エジソンが、電気自動車の改良に努め、特に充電可能なバッテリーの開発に邁進していた。しかし、広大な国土を持つアメリカでは、航続距離の短さが克服しがたいネックとなり、やがて彼の下で、内燃機関を研究していたヘンリー・フォードによる、フォードモデル T の成功により、自動車市場は、完全に、内燃機関自動車に支配された。 イギリスでの牛乳配達用や屋内用のフォークリフト等一部を除いて電気自動車は一旦市場から姿を消す。1930年代、ゼネラルモーターズ、ファイアストン、スタンダード・オイル・カリフォルニアの3社の協業でナショナル・シティ・ラインズという会社が設立された。この会社は各地の電気機関車を使っていた路面電車の会社を買い取り電車を廃止して GM 製バスに切り替えるという事業を行った。3社は NCL への車両や燃料などの供給を独占したことで有罪とされたが NCL による交通サービスの独占は問題にされなかった。日本でも第二次世界大戦後ガソリンが不足していた上に日本本土空襲による工場の破壊で電力が余っていた時期に数社から電気自動車が販売されていた。 このうち東京電気自動車が開発した多摩、電気自動車は、鉛蓄電池への一度の充電で 65km 走れ、最高時速は 35km だった。東京電気自動車を、源流の一つとする日産により復元された車両が、現存する。だが、終戦直後の日本製電気自動車は、朝鮮戦争による鉛価格の上昇やガソリンの、 入手性が向上したことにより姿を消した。充電中の e v 1 l ルネッサ e v 再び脚光を浴びるのは先進国でモータリゼーションが進んだ1970年代である。オイルショックが起き、石油資源依存に対するエネルギー安全保障上の懸念や排気ガスによる大気汚染の深刻化への解決策として電気自動車が提案された。日本においては 通商産業省主導の電気自動車研究開発プロジェクトが実施され、ホンダ技研工業を除く国内全メーカーが電気自動車を開発した。しかし主に鉛蓄電池を用いた電気自動車は求められる性能を確保できぬまま、石油確保の政治的解決やガソリン自動車の排気ガス浄化性能の向上に伴い、電気自動車は再び姿を消す。 次に状況が変化するのは1980年代後半、カーブのゼロエミッション規制構想時である。これは、米国カリフォルニア州で販売する自動車メーカーは、一定台数、有害物質を一切排出しない自動車を販売しなければならない、という規制の構想であった。これに対応できるのは、電気自動車と考えられた。1970年代に比べ、鉛蓄電池から、 ニッケル水素電池といった技術の進歩もあり、実際に、トヨタのラブ 4EV、ホンダの EV、プラス、ゼネラルモーターズの EV1 などの限定販売、リースが開始され、電気自動車の本格普及も近いと思われた。しかし鉛蓄電池に比べニッケル水素電池は、エネルギー、出力密度に優れてはいたが、それでも、電気自動車は十分な性能を確保できなかった。 1990年代により、高性能なリチウムイオン電池を採用したのは、日産のみであった。ハイパーミニは、アルミスペースフレームによる、長計量ボディとリチウムイオン電池を採用する、意欲策ではあったが、車両価格が362万円と高価で、かつインフラ整備も整わず、普及には至らなかった。これ以降、自動車メーカーは、電気自動車の欠点である。 エネルギー密度の問題を解決するため、燃料電池を搭載した燃料電池自動車の開発などにも注力し、2002年には燃料電池自動車ホンダ海 CX やトヨタ会 CHV のリースが開始されたが、水素ステーションの未整備など、使い勝手や費用等に問題があり、普及には至っていない。電気自動車のネックとなっていたバッテリー性能について、大きな進歩が見られる。 モバイル機器等で使用が当たり前になったリチウムイオン電池を採用することで性能向上を果たした電気自動車が発表されるようになった。リチウムイオン電池はニッケル水素電池より高エネルギー、高出力密度であるとされ電気自動車の性能改善が見込まれる。充電時間についてはメーカーや研究機関で30分以下で70%の 充電を可能にする急速充電技術が開発されている。電池寿命については、モバイル機器などに使用されているものとは異なり、長寿命である。長寿命である要因は、質量あたりのエネルギー密度が、モバイル用よりも低く、設計的に余裕があるためである。工述のテスラの電気自動車では16万 km の電池寿命と発表している。日本国内で使われる、 自家用自動車の場合、走行距離が20万キロに及ばないうちに廃車になることも多いが、30万キロメートル以上使うこともある。商用車などの用途では途中で交換が必要と考えられる。充電時間の長い二次電池を使用せず、動力源に絶縁性能を改善したキャパシタを用いた試験では、車両総重量が1.5トンクラスであれば、 時速 100km の低速運転で 700km 以上の航続距離を達成することがすでに可能であると報道された。短時間の重放電が可能なキャパシタは、回生ブレーキで発生した電力の有効な回収手段としても注目されており、日産ディーゼルが開発中である。エリーカまた従来のバッテリーよりも、はるかに高性能のリチウム、空気電池の開発も進みつつある。 バッテリー性能向上の他にも、電気エネルギー効率を高められるインバータによる、可変電圧可変周波数制御といった、パワーエレクトロニクスの発達もあり、電気自動車の性能は向上している。慶応義塾大学電気自動車研究室が開発したエリーカでは、すでに時速 370km の最高速度と4.1秒の、0時速 100km 加速が達成されており、 来年機間車両に比べ簡単な駆動系で、高い動力性能が引き出せることを実証した。ロードスター台湾とヨハラバス純電機バス米国では、テスラにより、0から60マイルパーアワー加速約4秒、最高速度130マイルパーアワー以上、航続距離250マイルを達成した、スポーツカータイプの純粋の電気自動車、ロードスターが発表された。 電池寿命は10万マイルは動力性能をできるとしている。さらに2009年3月にはモデル S が発表された。これは大量生産者で2009年4月頃の段階ですでに1200台以上受注し、すでに数百台が路上を走っており、毎週25台のペースで生産しており、予約は同年秋までいっぱいとされた。燃費が非常によく、 トヨタのプリウスのおよそ2倍で 370km 走っても電気代が500円程度で済むとされた。日本では2009年6月4日に三菱自動車により三菱アイミーフが生産開始され、続いて2010年12月20日に日産自動車により日産リーフが生産開始された。従来の電気自動車はパワー、航続距離が不足しているため、 短距離を走るシティコミュータなどが使用法として考えられてきたが、蒸気のような高性能の自動車が開発され、問題は解決した。米カリフォルニア州の2017年のゼブ規制の規制強化、フランスやイギリス等におけるガソリン車、ディーゼル車の将来的な新規販売禁止など、自動車メーカーによる電気自動車等のゼロエミッション車の開発、販売が急がれている。 電気自動車で先行をする日産自動車は鋭い加速などが特徴のスポーツ車への EV モデルをトヨタは航続距離の長距離化に有利と主張する全個体電池の実用化をそれぞれ東京モーターショーで発表した中国では2015年に発表した産業中期戦略中国製造2025において電気自動車を中心とした新エネルギー車を 国家産業競争力の革新的利益として育てていく方針を打ち出し、2025年までに新エネ自動車販売台数を100万台、国内市場占有率70%以上にすること掲げた。2017年における中国市場の電気自動車販売台数は約58万台となっており、世界で販売される。 電気自動車全体の4割以上を占める状況となっている。2021年現在の中国では、蒸気通用、五両技車が販売する、セカンドカー向けの低価格車から、上海宇津来機車の高級クーペまで多彩な、ラインナップが揃い、IT 業界からの新規参入もあるなど、群有拡挙となっている。トヨタ自動車の豊田昭雄社長は、エネルギー政策とセットで考えなければ、 日本国内での電気自動車生産は難しいという意見を表明している。トヨタでは燃料電池自動車の販売を行っている。2019年10月、電池技術を軸に電気自動車事業への参入を表明していたダイソンは全個体電池の研究開発などを除き事業から撤退することを決めた。2021年、ホンダ技研工業は 電気自動車開発に注力するためとして、フォーミュラ1からの撤退を表明した。日産、リーフテスラモデル S、テスラモデル3車体に、電気プラグを接続し二次電池に充電。その電気で電動機を回して走る自動車。蒸気自動車やガソリンエンジン自動車と並んで、古くから開発されているが、バッテリーの性能が良くなかったことから、普及していなかった。現在は、 バッテリーの性能が格段に進歩し構造も、エンジン車に比べ単純なことから普及が加速している。現在、多くの乗用車メーカーは、電気自動車用バッテリーの保証を、走行距離10万キロメートルまでとしており、耐久年数に関しては、ガソリンエンジン自動車と比べても遜色がないが、同型車で比較すると、車両価格は高くなる。ここでは二次電池のみで走行する。 電気自動車について解説する。Web の概略図電気自動車は CO2 や NOX 等の有害排出物がなく地球温暖化や大気汚染の緩和策に有効である。また騒音源である内燃機関を搭載していないため音が静かという特徴もある。発電所からの全体を考慮した電気自動車のエネルギー効率については発電効率、送電損失、 三つる放電効率、動力変換効率などを含めても、内燃機関自動車に比べて、数倍程度高いエネルギー効率が実現でき、燃料費が圧倒的に節約できる。慶応義塾大学電気自動車研究室の試算では、電気自動車の電力をすべて火力発電で賄ったと、仮定しても、ガソリン車よりも3から4倍、総合効率で優れるとされている。また、 太陽光発電や電力会社との電気契約等により再生可能エネルギーを活用すればウェルスホイールの観点から見ても完全なゼロエミッションを容易に達成することが可能である太陽電池を車両に搭載して電力の一部を賄うことも可能電気モーターは軌道から最大トルクを得ることができ摩擦損失の発生するトランスミッションなどを用いず直接車輪に動力を 伝達劇、これを活かした技術として、インホイールモーターといわれる、モーター軸にホイールを取り付けて、動力伝達ロスを最小限にする技術が存在する。電気自動車や、比較的高性能なプラグインハイブリッドカーが普及した場合、出力調整の難しい発電所のシニア電力の有効利用にもつながり、またガソリン使用量の7割を削減できると試算されている。 ガソリン消費量の低減は余剰経由の削減にもつながる。二次電池式電気自動車の短所は主に航続距離と充電速度で一般に内燃機関自動車に比べると航続距離は短く充電にも時間がかかる。充電池を満充電にすると電池の劣化進むため80%充電にすることが多く航続距離が短くなる要因の一つになっている。ただし、 バッテリーサイズが大きければ航続距離は伸びるため、一度の充電で 600km 以上走る乗用車も存在する。充電速度は車のバッテリーサイズやそのバッテリーが対応する最大電圧、充電スタンド側の最大電圧によっても異なるが、一般に急速充電でも80%充電に30分から40分程度かかる。ガソリンの質量エネルギー密度は、 約4 2 m j キログラムであるが、リチウムイオン電池では100から2 0 0ログラムと60から120倍もの差がある。しかし、ガソリン車の車両効率は20から30%程度であるのに対し、電気自動車は80%以上の効率を持つ。仮に60倍の差があると仮定した場合、実質的に取り出せるエネルギー量の差は15倍にまで縮まる。 また、蒸気に加え、車載エネルギー貯蓄源から耐躍動エネルギーを取り出すまでのシステム全体の質量についても考慮に入れる必要がある。二次電池式電気自動車では、二次電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換し、電動機が電気エネルギーを運動エネルギーに変換する。内燃機関自動車では、燃焼により熱エネルギーを発生し、運動エネルギーに変換する。 この両者のシステム質量を比較する必要がある。具体的には、内燃機関変速機駆動伝達装置、対電気自動車で比較され、電気自動車電池以外のシステム質量は、内燃機関車より軽量である。日産、リーフカットモデル重金属、レアメタルや化学物質などを多量に消費する旧式の、 バッテリーを大量に搭載する前提でライフサイクルアセスメントの観点から問題を指摘する向きもあったが急速な開発によって解決されつつある。電解質に用いられるリチウムの陸上資源は豊富にあり海水中に無人像に存在するリチウムを抽出する技術もあるため価格の高騰を防げ安価に供給可能であるリチウムイオン二次電池に使われる 気象元素は、正極材料に使われてきたコバルトであり、現在コストの7割を占める。しかし、ニッケル、マンガン、リン酸鉄などを使った、正極材料が開発されつつあり、全く気象元素を使わない、リチウムイオン二次電池も可能である。ニッケルは、気象元素だがコバルトよりは、安い、マンガンは、ベースメタルでないだけで、レアメタルと呼ばれているが厳密には、 気象元素ではなく安価である。リン、鉄は全くレアメタルではない。少なくとも電気自動車用に採用しようとしているリチウム用二次電池はコバルトを使わないものである。整備や修理などで電力系統に触れる場合には関連事故の危険性があり、キャパシタを用いた電力源では特に重大となる。内燃機関式の液体燃料を用いる車両の整備などでは 燃料漏れといった事態でも匂いで容易に判別できるが、蓄電池からの漏電はすぐにはわからないので、整備士には安全確保に対する教育と現場での注意が求められる。従来は、電気取扱者の特別教育を修了することが求められていたが、2019年10月1日からは、電気自動車とハイブリッド車の整備に、電気自動車等の整備業務に係る特別教育が、 求められるようになった。リチウムリチウムは、軽量、大蓄電量のリチウムイオン二次電池に使用されている。リチウムは、経済産業省の分類では、ベースメタルでないというだけで、レアメタルとされているが、気象元素ではない。リチウムの陸上資源は、すべての大陸に存在するが、豊富すぎる、埋蔵量が単一鉱山にあるため、最も低コストで算出できる一握りの資源メジャーが、 飛び抜けた競争力を持ち、価格を自在にコントロールして、自分の収益を確保した上で、条件の悪い海グループの鉱山の操業をできないようにしてしまう。これを一般には偏在すると呼んでいる。リチウムイオン二次電池におけるリチウムの使用量はわずかであり、需給が逼迫する可能性は少ない。リチウムは海水中に無人像に存在しており、 現在の技術でも採取可能であるが開発途上である。ただし海水からの採取技術を担保しておけば陸上資源の価格も抑えられる。コバルトリチウムイオン二次電池におけるレアメタルとは主に正極材料に使われているコバルトである。2009年地点でリチウムイオン二次電池のリサイクルで取り出されているのはコバルトのみであり、リチウムは分離技術も経済性もなく、 全くリサイクルされていない。リチウムイオン二次電池のコストの7割は、コバルト代だと言われている。現在、ニッケル、マンガン、リン酸鉄などの正極材料が開発中であり、コバルトを使わない、リチウムイオン二次電池を実用化しつつある。軌道類軽量、小型で大出力の電動機であるネオジム永久磁石、同期電動機を作るには、気象元素であるネオジムやジスプロシウムといった、 軌土類が使用され価格の高騰などの影響を受けやすい。磁石メーカーはリサイクル技術の確立に力を入れている。電動機メーカーは軌土類を用いない電動機の開発に力を入れていて2008年に日立はジスプロシウムを使用しないモーターの開発に成功した。あるいは誘導電動機を採用することで気象元素を使わずに済む。誘導電動機は 高速域と低負荷の効率が良いため、制御を高度化すれば、総合効率は、ネオジム永久磁石同期電動機にまっさるとも劣らない。さらに、誘導電動機は、複数のモーターを設置しても、単一コントローラで済む利点がある。実際に、テスラ社のロードスターやモデル S は、誘導電動機を用いている。特に初期の、モデル S は、 後輪の間に誘導電動機とコントローラーを設置し、その上には通常のトライクルームがあるだけでなく、そのすぐ後方には子供用のニザのジャンプシートも収納され7人乗りにできた上にフロントボンネット内にもトランクルームがある。すなわち、ネオジム永久磁石同期電動機は設置スペースの少ないハイブリッド車かインホイールモーターに必要なだけで、純電機自動車にはエンジンや 変速機の代わりのスペースがあるため、車載型の誘導電動機で十分である。あるいは、ドル類磁石が不要な電動機として、スイッチトリラクタンスモータの開発も進行中である。通常の永久磁石式電動機が電磁石の吸引力と反発力の両方を使用して回転するのに対して、この電動機は、ステッピングモータのように回転子の吸引力のみで回転する。 すでに永久磁石同期電動機とスイッチトリラクタンスモーターのハイブリッド電動機は広く、ハイブリッド車の動力として利用中である。このハイブリッド電動機も永久磁石の使用量を減らす効果がある。世界の車載電池メーカーの出荷量グローバル市場では、ネイトク時代新能源鍵、通称キャトレガの車載電池の出荷量で世界一である。 2010年代初頭まではもともとパナソニックが世界一であったが順位が後退した。中国は政府が力を入れてバッテリー産業を育てている。電気自動車の最大の欠点はバッテリーの充電時間と航続距離である。航続距離はバッテリー容量を大きくすれば解決できるがバッテリーは効果で容量を増やせば 車重も重くなり充電時間も長くなるという問題があった。近年電気自動車の普及が進み、自動車用バッテリーの価格が下がってきたため、バッテリー容量を大きくし、航続距離は大幅に改善されたが、今度は満充電に時間がかかるため大出力の急速充電設備が必要となってきている。2020年6月現在、最も航続距離の長い市販電気自動車は、 バッテリー容量 100kWh のテスラモデル S で402マイルとなっている。ただし、この航続距離はアメリカが州国環境保護庁の基準で現在日本や欧州等で採用されている国際基準 WLTP での航続距離とは異なる。一般に航続距離はバッテリー容量が大きいほど長くなるがバッテリーは 燃料タンクと違い電気を消費しても軽くならないため、バッテリー容量が大きければ大きいほど車体が重くなり、エネルギー効率が悪くなる。またモーターの効率や、車体の効力係数、気象条件などによっても、航続距離は大きく変わる。日本で普及している、日産リーフ 40KWH タイプでは、WLTC モードで、航続距離 322km となっている。 充電スタンドの冷電気自動車の充電設備は家庭や事業所用 100V、200V 電源を利用する観測充電設備と市街地の充電スタンドなどに設けられた公共用急速充電設備に大きく分類される。急速充電設備は直流 400V 以上 100A 以上 40kW 以上の電力で供給するため事業用の高圧供給となる。 事業者用電力料金は家庭用の6割以下となるが、急速充電設備の一番高価なものは一気300万円程度かかり、大きさも家庭用冷蔵庫ほどになる。急速充電設備は高価なため、家庭や事業所用では観測充電設備がほとんど。急速充電設備は充電スタンド、充電ステーション、充電スポットなどと呼ばれ、公共施設の駐車場。 高道路のサービスステーション、主要道路に面した場所などで有料の充電サービスを提供している。普通充電では充電に時間がかかるが、自宅や事業所で普通充電の設備がありつきに数回充電する場合は電気代が安く済む。しかし、日本の都市部では賃貸駐車場の利用者が多く、駐車場には充電設備がほとんどないため、 市中の急速充電設備は欠かせない。また、電気自動車は、同系車の内燃機関の車に比べ航続距離が短いため、長距離を走る場合、途中で何度も急速充電が必要となる。日本の充電スタンドの料金体系は、基本料金時間単価などスタンドにより、様々であるが、日本の最大手である E、モビリティパワーの場合、 非会員の急速充電が1分50円、普通充電で1分8円となっている。急速充電だと1回最大30分で1500円となる。しかし、減損する給油事業者が一部充電スタンドに転換すると、現行の電気価格相場は非常に低いため 20kWh 程度の充電だと多くても200円程度の利益しか見込めない。また、 充電時間が25分程度かかるため、ガソリンの給油時間を5分とすると回転率は1、5となり、ガソリンスタンドの充電スタンドへの転換は難しい。また、電気自動車の後続距離は、同型のガソリン自動車の約半分と短いため、家庭や事業所で充電できない場合スタンドでの充電回数が多くなり、多くの充電スタンドが必要となる。そのため、 日本やアメリカの観光地、パーク24などの駐車場、ショッピングセンターなど、駐車場に急速充電設備を設置して、電気自動車の利便性を向上させようとする動きもある。当初は日本で開発されたチャデモという企画が世界に普及していたが、最近ではヨーロッパ、アメリカ、中国で大容量のバッテリーに対応させる。 ため独自の高規格急速充電設備が普及している。日本ではほとんどが従来のチャデモ規格だけで2 0 0ットを超える大出力には対応していない。チャデモの最大出力は2 0 0ットまた、高度のいらない非接触充電方式も開発されているが普及していない。電気自動車は動力源と駆動系に由来する騒音が非常に少なく爆発によって 動力を得る来年期間自動車よりも非常に静かである。静音性は電気自動車のメリットでもあるが、その一方で電気自動車の不要意な接近により歩行者が自動車の存在に気づかないまま危険にさらされる状況が発生するようになる。ハイブリッド車を含めた電気自動車の静音性はロードノイズや風切り音など走行騒音の少ない低速時に際立つため、 重大事故にはつながりにくいものの、聴覚機能が減退した高齢者や聴覚障害者に加え、音により判断することの多い視覚障害者が危険にさらされやすい。また、静音性を悪用した犯罪の事例もすでに存在し、プリウス、またはアクア等の核 EV モードを悪用したひったくり事件が発生している。対策として、接近を歩行者に音で知らせる。 車両接近通報装置の設置を2018年3月の新型車から義務付けられている。低価格車など車内の防音対策がおろそかな場合、走行時のモーター音が気になることもある。電池交換所において満充電のバッテリーと短時間で交換することで車両への長い充電時間をなくす方式である。この方式では電気そのものではなくバッテリー交換サービス自体を 販売対象とするため利益が上げやすく、バッテリーのメンテナンスの手間が省けるなどのメリットがある。米テスラモーターズは90秒で、テスラモデル S のバッテリーを交換するシステムを開発している。これは、給油や充填に約3分かかるガソリン車、燃料電池車よりも早い。また、ルノー、日産アライアンスは、充電スタンドの整備運営をする、米国ベタープレイス車と組み、 電池交換所整備に加えて政府や自治体による助成金や優遇税制の導入をセットにした電気自動車発売を計画している。ベタープレイスでは電力の補給を車両に搭載された電池への充電ではなくカートリッジ式の電池を交換する方法を想定しており充電時間の問題を解決できるとみている。また過去に成功を収めた 携帯電話のビジネスモデルに習い、電気自動車の車両本体はユーザーに無料で提供し、電池の利用に応じた料金収入による経営とする方針を打ち出している。京都市交通局で1970年代に導入された電気バスでは、床下のバッテリーを交換する方式を採用、バス営業所にバッテリーの交換、充電、保管設備を設置していた。 中国のうつらい記者ではバッテリー交換式として設計した上でバッテリーをサブスクリプション方式とすることでバッテリーの代金を車両価格から割引使用していない時間に充電済みのバッテリーと出張交換する有料オプションなど設定をしているこれにより一箇所の拠点で多数の充電が可能となり充電スタンドを各所に設置するよりも効率が高いとしている ディーゼルエンジンの路線バスを改造した電気バスガソリンエンジンやディーゼルエンジンの自動車からエンジンやマフラー、燃料タンクなどを取り除きモーターや電池を取り付けた電気自動車 EV コンバート EV コンバージョンコンバージョン EV コンバート EV とも呼ばれる講義のエンジンスワップに該当するため電気自動車として行動を走行する場合は書面審査と 構造等変更検査を受けて、検査に合格する必要がある。市販の自動車の電気自動車への改造は稀に行われている。改造電気自動車には、近距離の荷物配達用板や、霊柩車などの実例が見られ、珍しいところでは、九州電力限界原子力発電所見学者用のバスや九州参考バスの路線バスを電気自動車に改造。 趣味性の高い方向では、日本 EV クラブが、マツダロードスターの EV 改造キットを発表したり、同クラブ、広島支部が2007年から2008年にかけて、事故車のデロリアン DMC-12 を EV 改造し、翌年3月にナンバー取得をしたケースがある。長所短所電気自動車の国内における導入実例には、1970年の 大阪万博の会場内輸送を担う車両の生産をダイハツが担当した。それ以来ダイハツは三輪バイクのハローや商用車のハイゼット EV などの市販電気自動車のほか自治体や特殊法人向けにイラガーを改造した EV を少数納入している。山梨県北都市では7月末から電気自動車のモデルゾーン実験を行った。実験ではトヨタ車体コムス ゼロスポーツ、ゼロ EV エレクシード RS、オート EV ジャパン、ジラソーレ、昭和飛行機工業、EVAN 等が採用された。日本郵政グループの郵便事業会社は2008年12月初旬から環境対応車両の実証実験を行って、郵便事業会社の保有する周廃用の自動車2万仙台を電気自動車に切り替える方針を発表している。 しかし2011年にゼロスポーツが破産したことで導入計画はとんざ、その後実産 ENV200 や後述する三菱ミニキャブミフ版を導入している。佐川急便では2021年4月に中華人民共和国厚生二社集団製の小型商用版を2030年までに7200台導入することを発表した。三菱自動車は 商用車で九百七十一年にミニカー EV を限定販売、九百九十一年にランサー版 EV、九百九十三年にリベロ EV を限定販売した後、ミニキャブ版をベースにしたミニキャブミフを開発、二千十年秋にプロトタイプ車をヤマト運輸に対応して実証実験を行い、二千十一年から二千十七年まで販売され、 2013年からはトラックも追加された。その他では、ホンダが栃木県のサーキット、ツインリンク、モテギウチで提供している会場内専用のレンタル車両などがある。自動車共用実験では、超小型モビリティとして、シティコミュータータイプの電気自動車を使用するケースがあり、トヨタイーコムや日産ハイパーミニなどがある。トラックでは、 積載量1から3トンクラスの小型トラックでの採用例が見られる。2010年に三菱不走キャンターをベースにしたキャンター E ーセルをイヤーに出展、ネクスコ中日本他でのモニター仕様を経て2017年にイカンターとして量産を開始した。日野自動車は2013年にデュートローベースに二台部分を低唱化して全輪駆動とした周波車を開発。 ヤマト運輸と性能運輸が東京都内で実証運行を行った。2022年にはこれらの実績をもとに改良されたデュトロ ZEV を発売する予定である。また、ヤマト運輸では周廃車として三菱ミニキャブミフや三菱不装 EE キャンターに続いて2019年からドイツのストリートスクーター製電動トラックの導入を開始した。 バスでは一定の範囲内を走行すること、運行スケジュールが決められていて、充電のタイミングを取りやすいことから、路線バスへの導入例が見られる。他に特殊用途自動車としては、ターレットトラックフォークリフトゴルフカートでは、電動式のものが少なくない割合を占めている。動力付き車椅子や、老齢車用カートは、大半が電動式である。築地市場など、 建屋内部で商品の運搬を行うターレットトラックでは電気自動車を採用することで商品や市場内を汚さないよう配慮している。日本国外ではスイスの観光地、セルマットなど内燃機関自動車の乗り入れを禁止しむらないの自動車は原則として全て電気自動車とされている場所などもある。完全に定着した特殊用途自動車として イギリスの牛乳配達用車両が挙げられる。これは、早朝にエンジン車はうるさいとの苦情から発生したもので、鉛蓄電池により駆動する。モータースポーツの世界でも、2010年代に入り、電気自動車を用いたレースが徐々に拡大しつつある。古くから電気自動車が活躍するレースとしては、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムがある。 標高3000メートルを超える高地で行われる同レースでは標高による出力低下の影響を受けない電気自動車の利点を生かす形で多くの電気自動車が参戦しており参戦台数の増加に伴い2012年からは単独のエレクトリッククラスが設けられた2015年には並み居るガソリン車税を破りリース未練のドライブする EOPP03 が 電気自動車として初の総合優勝を遂げ2018年にはロマンデューマのドライブするフォルクスワーゲン IDR バイクスピークがコースレコードを樹立している日本では2010年より日本電気自動車レース協会の主催で全日本電気自動車グランプリシリーズが開催されている2014年には国際自動車連盟がフォーミュラカーによるレースシリーズとして フォーミューラ E を発足させた。当初は速度が低く軽んじる者もいたが、フォルクスワーゲングループのディーゼルエンジンにおけるハイガス、不正発覚後は一転、ディーゼル推進派であったイメージを払拭したい、ドイツ車メーカー各社を中心に EV シフトが叫ばれ、ハイブリッドカーの F1 や LMP1 に変わり、メーカーが退去する一大カテゴリーとなった。アメリカでは2018年から、 GRC で EV カーによるクラスが発足するほか、欧州中心の世界ラリークロス選手権でも2020年に EV クラスを導入する計画を進めている。2021年からは、ホーミュラ E のオフロード版となるエクストリーム E が発足する。燃料電池自動車とは、搭載した燃料電池で発電し、電動機の動力で走る電気自動車。燃料電池に水素や メタノールなどを使用する。二代目トヨタ未来2020年12月9日、発売開始者に高圧充填した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電し、その電力で電動機を動かして走行する自動車。水素と酸素の化学反応後に排出されるのは少量の水だけである。水素の充填時間は約3分、後続走行距離はトヨタの新型未来で、 約 850km を実現している。水素燃料電池自動車を実用化し、販売しているのは世界でトヨタ、ホンダ、ヒュンダイの3社のみ。車種は乗用車でトヨタ未来、ホンダクラリティフューエルセル、ヒュンダイネクソ。商用車はトヨタ FC バスなどがある。しかし、車両価格がまだ高額であること。 水素ステーションの数が少ないことがその普及を妨げている。水素ステーションは安全性を確保する上で立地やタンクの設置方法、安全装置など多数の制約があり、建設費用は現状でガソリンスタンドの約3倍のコストがかかる。アルコールを搭載した水素燃料電池自動車車に水素を充填するのではなくエタノールを車の燃料タンクに供給し、 搭載した、回出機により、水素を得る。その水素と空気中の酸素を、化学反応させて発電し、電動機を動かす燃料電池車。水素の高圧充填方式を嫌った、日産自動車が開発したが、構造が複雑なため実用化には至っていない。日産が開発した、発電用スタックは、トヨタのミライやホンダのクラリティフューエルセルで、採用されている。 固体高分子系燃料電池ではなく固体酸化物系燃料電池を用いているメタノール水溶液と空気中の酸素を化学反応させて発電し電動機で走行する車反応後に水と二酸化炭素が発生する自動車としてはまだ実用化に至っていない新しい材料と構造の金属空気電池を使い電動機を駆動する自動車エンドユーザーにとっては 空気電池を一次電池のように電池パックごと交換して使いバックエンドの再生上で金属燃料と正極電解液を交換して燃料電池として再利用する金属空気電池は燃料密度が大きく容量が非常に大きいので1回の交換あたり 1000km 以上を走行できる金属燃料として金属リチウム、マグネシウム、アルミニウム 鉄、亜鉛などが検討されている。非金属を含まない燃料電池に液体燃料を供給し、電動機で走行する車。そのモータースサイオンライトイヤー社が開発中の太陽、電池自動車、ライトイヤー1プロトタイプ車体に太陽電池を組み込み、その電力を二次電池に蓄えて電動機で走行する自動車。近年、太陽電池のエネルギー変換効率が 改善されてきたため、太陽電池の電気エネルギーだけで走行できる車が開発されている。日中の太陽光から車体に組み込まれた太陽電池で発電するため夜間や天気の悪い日、屋内車庫などでは充電できない。屋根に太陽電池を組み込んだ車は、トヨタプリウスのプラグインハイブリッドカーのオプションで存在するが、1日の充電で 6.1km しか走れない。 現在はドイツ新興電気自動車メーカー、ソノモータースのサイオンや新型のトヨタのプリウスで太陽電池のみで走行できる車両が開発されている。1日の太陽電池のみでの充電でサイオンは 34km、プリウスは 56.3km 走行することができ、近郊の通勤や買い物を可能にしている。サイオンは予約を受け付けており価格は22,500ユーロ。 EU 限定で2023年に販売予定。日本では、新エネルギー、産業技術総合開発機構とシャープ、トヨタ、日産が協力して開発を進め、太陽電池セルの変換効率は、世界最高水準の34%以上、航続距離 56.3km 相当の電力量を実現したが、量産の計画はない。オランダのライトイヤー社も、 ライトイヤー1という同様の太陽電池自動車のプロトタイプを開発しているが、まだ行動の走行は実現していない。太陽電池自動車は駐車中や走行中に太陽光で蓄電するため、プラグでの二次電池への充電の煩わしさがなく、太陽光のみの充電であれば、発電時に二酸化炭素も出さず電気代も要しない。近郊の通勤や買い物のみであれば、 プラグでの充電を一切必要としない可能性を秘めている。韓国で実用化されているオンライン電気バス電自由導や共振現象を利用して非接触で給電する自動車。駐車場や道路下に埋設した地下火星やコイル、または路上に設置した河川から車両の駐車中、停車中、走行中に車両の受電装置に対して非接触で電力を供給する方式である。 走行中や停車中に充電できるため、車載電池容量が少なくて済み車両コストの低下と軽量化が実現できる。道路に給電設備が普及すれば長距離の走行が可能となる。決められた道路を走る路線バスには有効で、走行頻度の高い都市での採用が期待されている。大韓民国では、すでに地下給電線を用いたシステムを試験しており、 ソウル大公園内の2.2キロの循環バス路線内の3カ所に合計400メートルに渡り、給電線が埋設されている。試験結果に問題がなければ路線バスへの導入が計画されている。日本では今のところ道路側の給電装置の配置間隔や給電技術はまだ研究段階。軌道走行中に充電し、軌道外を電池式 EV として走行する自動車は、 モード電気自動車と呼ばれており、ドイツでは高速道路にリニアモーターを組み込み、自動車走行中に非接触給電により二次電池へ充電する構想がある。高速道を降りた市中では通常の EV として走行する。完全に給電場所と走行モードを分ける考え方である。道路上空に張られた河川から取った電気を動力として走るバス。トロリーバスは 都市部の交通機関として古くから広く利用されているが、河川のあるところ以外では走れないことなどから、最近は他の交通機関に変わっている都市が多い。近年、電動機とエンジンを併用するハイブリッドバスをトロリーバスにすることで、河川があるところでは河川より給電走行し、河川のないところではハイブリッドバスとして長距離を走れるバスが開発されている。 河川建設費用を含んでも二次電池のみで走行するバスより安価なため、豪州や米国や欧州の一部でこのトロリーバスが見直されている。また、河川を設けた幹線では各油電車線から終電して電動機で走行しながら二次電池に充電し、河川のない市線で二次電池式電気自動車としての走行が可能なニモード電気自動車も構想されている。 長所短所チャージャーポールコンタクターこの電気自動車は、まず搭載バッテリーの寿命を飛躍的に伸ばしたことにある。これを実現するため、80メートル走行分ほどの小さなキャパシタ C1 を搭載する。このキャパシタは走行中に起こるブレーキ時の発電を充電し、次の発信時に放電する。このミツル、放電をバッテリーの代わりに行う。これにより、バッテリーのツル 放電回数を1から2、2値に抑えられるため、10年以上の電池交換が不要になる。さらに、この動作により、走行距離も増加する。以上は、中型車以下の電気自動車、または、ハイブリッド車に有効である。また、大型の電気自動車などでは、さらに搭載電池量を少なくするには、停留所などで、完結的に外部給電を利用する方法もある。まず、 停留所歩道端上部に給電線、または1から2本の給電ポールを車両側面上部に受電板を設ける。車両が接近した時、給電ポール上部に取り付けてある給電ロットが車道側に回転し、受電板に接触して停車中及び発信時に車両のキャパシタ2に充電する。走行時にはまずブレーキにより充電されたキャパシタ一からの放電で発信し、 次に、キャパシタ2よりの放電。最後に、電池の放電で次の停留所まで走行する。以上のパターンで停留所間を次々と走行する。渋滞や交差点の一時停止、発進にはキャパシタ1を利用する。上り坂では給電ポールよりの給電を優先的に利用する。以上により、給電状況によっては、従来の電池自動車の電池の商用量化。 および長寿命化を可能にした電気自動車システムである。長所短所1、通常のガソリンエンジン車にエンジン部分を積み替えた車3、後輪横に2つ別々にモーターを配置し、減速ギアを介して接続した車4、インハブモーター車5、ガソリンエンジン6、クラッチ、変速機7、電動モーター8、減速ギア電気自動車は、電動モーターを含む、 駆動系の配置によりいくつかに分類できる。通常のガソリンエンジン車に最も近く、比較的簡単な改造によって、エンジン部分を積み替え、プロペラシャフトやデフなどをそのまま使用するものから、駆動体や近くにモーターを配置し、場合によっては減速ギアを介して駆動輪に接続するもの、そして、最も従来の自動車とは異なる、駆動系の配置となる、インハブモーターを持つものなどがある。 図では簡単のために後輪のみの二輪駆動で示したが、前輪駆動やエリー化のような双輪駆動も可能である。関連技術、車両関連企業、団体その他、ありがとうございます。